花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。一週間ご無沙汰しております、金尾芳郎の音楽魂。今日はね、もう夏真っ盛りというね、セミも鳴いております。皆様本当にね、暑すぎてね、熱中症とかにね、お気をつけいただきたいと思います。やっぱりね、水僕もね、飲めなかったんだけど、最近飲みますね。おなじみ高嶋誠さん。あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは。よろしく。水はどうですか？あんま飲まないよ。もうね、一瞬にして打ち消されるからね、こっち飲みましょうっつってんのに、話が盛り上がらないですよね。なんで？高嶋誠さん、松下俊美さん。こんにちは。いえ、ね、ということでね、本日のゲスト、はい、僕はね、呼びつけられてね、一回ね、歌を歌いに行ったことがありますけども、人聞きが悪いですよ。井上智也さん、イエイ、アイドル、どうも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 、ね、俺も呼びつけられて、まこちゃんもそうらしいね。呼びつけてしまったマジね。だからちゃんとおがついてんだよ、お呼びつけられて、お呼びつけ、お呼びつけなんだ。先輩たちはみんなおがつくんです。後輩になったら途端におが消えるんですけど、ね、そういう違いがあるの。縦社会だからさ。井上智也さんとね、はい、言えばですね、まあ、その吉田拓郎さんのね、はいはい、との出会いっていうかね、そういうことでやっぱプロフィールとか見たらあれですけども、これいつ頃、どれぐらいに出会ったっていうか、拓郎さんは、はいはい、音楽ですね、まあ、音楽ともうね、鮮烈に覚えてるのがですね、うん、まあ、多分結婚しようとかそういうのは耳に入ってたと思うんですけど、うん、子供だったからあまりピンとこ来てないですよね、うん、でちゃんとこうガッと思ったのが、うん、79年から80年に行く大晦日の深夜ラジオ、それをたまたま初めて聞けたんですよ。小学校の時さ、頑張って起きるんだけど、1時の前で寝ちゃうことが多いんです。うんうん、12時半ぐらいまで頑張ってるんですけどね、その後に、大石五郎のコッキーポップってのが始まるんですよ。知ってるよ。俺さ、一回だけ妻子行った時、司会大石五郎さん。そう。あの人の声さ、寝させるんで、人。そう。大石五郎のコッキーポップってやつさ、吹きの塔のとか、吹きの塔すいません、ね。いやいやいや、ね。その時にね、ついに1時まで起きていられる時、あるタイミングがあって、聞いてたら70年代の音楽総括しますみたいなので、70年代吉田拓郎さんから始まりました。そして79年吉田拓郎さんはまた、篠島というところでライブやって70年代終わらせましたねみたいなこと言って、うん、じゃあ落葉という歌を聴いてみましょうって聞いた時にですね、うん、ガーンと衝撃が走って、何のこと言ってるか意味は分かんなかったんにせよ、うん、なんかその頃僕が聴いてた、例えばザ・ベストテンとかで流れるいわゆるヒットソング、うん、まあ、五代醐とか、うん、あ、その頃ね、セラマサノリ&ツイストとか、はい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 、そういうの好きだったんですけど、その中で全く違う何か、なんかうごめいてる、なんかその70年代のエネルギーがぐわーっと人間がうごめいてる、うん、何かに向かって、うん、そんなものをなんかガッと感じ取ってですね、うん、なんか衝撃が走った、うん、雷だれに打たれた感じ。しかしよく喋るな、ね、いや幸せな時間がなかったから、そうそうそう必死になってさ、あのね、ここがね、どれだけ遠いかね、僕、いや、あの電車によってはね、この武蔵小杉北口っていうのは遠かって、僕はね、やっぱり井上さんともある人はね、もう全部分かってるもんだと思っててね、結構自信あったんだけど、メールしてなかったのよ。そしたらもうたった今汗だくできましたからね、普通さ5分ぐらい来れたら必ず主催者さんから連絡があるんですよ、うん、分かってますか道をとか、うん、ないから、うん、自分から電話しても出ないし、ほんとようやく汗だくになって、このベルボトムでさ、しかも下駄で下駄できましたからね、これ変なやつがね、この辺の周辺ね歩いたら多分通報が入ったんじゃないかで、やっぱりね、今見たとか言って、ひどい俺ゲストなんだろうかと思います。それで今必死に喋ってます。なんかね、でもね、再会ね、できて嬉しいですけどもね、はい、本当に下駄を履いて来てくれましたね、下駄を鳴らしてやつが来るね、好きなことがありましたけど、まずね、井上智也さんのね、CD の中からね、これ、アジアの瞳、はい、これはいつ頃のものでしょうか。2年前ですね、2016年。ほう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 。はい、これは、長いです。ほとんどオリジナル。全部オリジナルです。あ、そうですか。
でこうタブローとか歌ってるとね、本当に地元、うん、あ地方とかの人がですね、うん、アルバム買いますよ、これ落葉入ってるんですか、買えるねえだろ、そんな意味のないことしないだろみたいな、ね、なるほどね、でもね、やっぱりそれ拓郎さんのね、でこうやってる人っていうのはなかなか少ないんじゃない？まあいないですよね。拓郎ファンはいるんだけども、だいたい喋る声も歌う声も似てんだもん。いやこんなに似てる人僕初めて聞いたけどね。金尾さんとね一緒にいた時無理やり落葉を歌ってもらったんですけどね、俺キーが高いからちょっと低かったんだけど半音上げさせられましたけどねキーをね。いやいやでもね僕もそうですね、拓郎さんとかとファンだったりするし、あなた曲提供もしてるのね、石野真子さんに。石野真子さんね、それはなんかきっかけあったんですか？それもね、僕は沖縄が好きで、沖縄の、まあ、音楽の三線とか弾いてやったり、うん、それアルバムもあるんですけど。それもあるの？はい。あ、それも聞きたいな、なんか本当、で、それで、その、まあ、僕の曲を歌ってる、うん、メリーっていう沖縄本島の子がいて、うん、で、その子のファンの人が、うん、そのメリーを、ちょっと、石野真子のプロデューサーがたまたまその友達だったのね、そのファンの人がね。うんうんうん、で、その石野真子のプロデューサーを連れて、そのメリーさんのライブを見せに行って、うん、どうって言ったら、うん、この何曲かがすごい良かったけどとか言って、それじゃあその何曲か僕が作った曲だったんですよ。じゃあその石野真子のプロデューサーが僕に興味を持ってくれて、うんうん、まあ、そういうつながりで会いに来てくれて、うん、石野の曲作ってくれませんかって言って、うん、俺石野どの石野ですかとか言って、いや俺さ石野真子ってちょっと思い出があるんだけど、これラジオで言えないかもしれないけど、ちょっと聞きましたよ、うん、ちょっとね結構だから、ね、昔だから中朝ごはんが美味しかったんですね。長渕くんのとこに泊まりに行って、その時にほら、ちょっとね、真子さんがいたんでね、うん、そしたら、鍋の買い物とかまで二人で行って、はい、で、長渕くんほら映画のロケ行ってたから、ほんで鍋して、二人で、うん。長渕さんはいないんですか？いやいや、いたよ、帰ってきてから。帰ってきてから。びっくりした。いや、危険な思い出になること思っちゃった。いやいや、昼間から何言ってんだと思って。違う、それで、泊まってさ、朝、アジとか焼いてくれたのよ。ね。すごいね。アジ、それが美味しかった。石の真子が、うん。それで、味噌汁とかね、アジの開き焼いてくれて、うん、それもうね、美味しかった。美味しいに決まってんじゃん。美味しいのなんか、もう骨まで食べたよ、勝手な。勝手なイメージなんかさ、下手そうなイメージがなんか、いやいや、マコ、焼けちゃうとか、そういうイメージ。いや、すごいのよ、料理うまくて。あ、そうだったんですよ。そうよ。みんな知らないでしょ。あ、これはちょっとここだけの話だけど。いやでもそういうね思い出ありますよ、真子さんとね。僕もねお会いしましたよ、うん、その曲作るにあたってね、うん、あそうなんだ。そしたら僕を見てね怯えてましたよ、うん、出たフォーク野郎みたいなこういう人嫌いみたいな悪い思い出がバーッと呼びたじゃないですかね、すいません、いやいや、まあね、真子さんみたいな爽やかな感じで登場すればよかったということでね、一曲聴いてみましょうか、はい、アジアの瞳の中から、はい、なんでしょうこれは。じゃあ僕のですね、はい、音楽やってモテなかった反省をね、ほうほう、せっせっと歌ったメッセージソング、B 級キャプテン。B 級キャプテン。うん、僕は昔から B 級キャプテン、クラスの人気者にはなれないけれどね、モテない男たちを、冴えない男たちを引き連れてのし歩く親分肌なのさ。僕は昔から B 級キャプテン、クラスの人気者って大したことないのにね、なんだか知らないオーラを生まれつき身にまとってさ、悩むことも知らずに輝いているようで、 A 級のやつらは女の子に囲まれて、ポーズを決めればキャーキャー言われているぜ。 B 級の僕らは野山を駆け回って、秘密基地で作戦会議をするぜ。
昔から B 級キャプテン、サッカーバスケなど球技は苦手なんだけれどね、相撲や柔道剣道そいつなら勘がさえ渡る、おりゃとりゃとシャウトする、格闘技肌なのさ。僕は昔から B 級キャプテン、メガネの優等生にはなれないけれどね、いじけた劣等生に人生の意味を解き明かす、話し上手なオピニオンリーダーさ。 A 級のやつらは先取りして、服や音楽も最先端のでいるぜ。はい、バラバラということでですね、はい、アジアの瞳の中から B 級キャプテン、これはなかなか楽しいだね、なかなか今これ聞きながら、フォークの話をこうどう進めようかなって僕なり考えて、誠、ね、さんにどうですかね、フォークは全然聞いてないすいません、もう全く盛り上がらないごめんね吉野里さんはあれでしょ、もともとフォークシンガーだったんですよね別に知らないもん仕事だからあれはこの誠さんのにこやかで盛り上がらないこの感じがね、たまらないですね、これ、それが癖になっちゃう。いやだからね、それもうその二人に俺はいつも挟まれてやってるんですよ。そうですね、カノさん。そうよ、もうこれね、よくやってますよ。でもね、こういうこうバランスがね、面白いっていう方もね、いらっしゃるんでね。だから同じみんながこう乗ってその同じ話ばっかりじゃなくて、その難しいんだけど、盛り上げようと思って、こう考えるのに、盛り上げようと思ってないよ全然。ね、いや、いいんじゃない。知らない。知らないなりに盛り上げ方ってあるもんですけどね。そう。なんで盛り上がんない。まあいいです、まあ、ギター弾いてくれればいいですね、こういうね、感じでね、聞いてみましたけども、アジアの瞳っていうのは一番新しいやつですね、これね、アルバムになりましょうね、はいはい、これはあのいつもこれ持って売り歩いてそうですよ、ね、はい、頑張ってます。吉田拓郎歌うライブでも必ずやっぱりオリジナル数曲歌って、あ、そう、うん、あ、それはね、そうだよね、はいはい、吉田さんは公認してあるの？公認はない。なんでもう昔のフナッシーみたいな感じでね。ね、飛行に、まあちなみに僕は千葉県船橋生まれなんで、はい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 、他人とは思えないみたいなね。まあ、向こうは稼ぎすぎですけどね。なるほどね。でも僕の友達でもクイーンばっかりやってるバンドがいる。クイーンですか？クイーンですって言うんだけど、クイーンです、それね、クイーンばっかりやって、一応クイーン公認なのね。そういうのあるんですね。そうそうそう、クイーンのそのカバーバンド、井上陽水さんのね、公認はいるらしくて、俺聞いたことないな。本当ヨスイって人がいるらしいんですよ。ヨスイ？ヨスイ？なんかヨウとスイの間にちっちゃなツが入るらしいですよ。ヨスイ？ヨスイ？ヨスイ？その人はね、ちゃんとね、ヨスイさんが楽屋に呼んでくれて、マジで？私が公認しますって言ったらしいですよ。本当？ちょっと様子っぽいな、ま、声も出せるという、拓郎さんはそういうタイプじゃないですからね、うん、勝手にやれよバカ野郎ぐらいの感じじゃないですか、うん、なるほどね、そのまま放任していただければそれです。なるほど、はい、ということでね、今日は井上智康さんですけども、はい、早速ね、なんかちょっと生でね、はい、行ってみますか、はい、ファックスでご紹介しながらちょっと準備していただきましょうか、はい、金丸義郎さん投げ銭 FM オンチューということで、投げ銭 FM ということはですね、これチャーリー佐藤さん、からですね、言葉がほとんどないですねこれね、絵日記つけてた夏休みチャーリー佐藤って言うんで、それってないの、お便りだったの、そうよ、なんだそのお便りは、絵日記つけてた夏休みって、これ投げ銭5万円来てますよ、 1,2,3,4,5 万円、なるほど、それね、そういうことですね、ちょっとお金があるんだね今、5,000円とかって言ってもあるんですよ、そうですか、うん、夏休み来ましたね、そうですね、まあじゃあ夏休みやりましょうか、ちょこっとやります、じゃあ聞いてみますか、せっかく田んぼのカエルはもう消えた、それでも待ってる夏休み。
に姉さん先生もういない綺麗な先生もういないそれでも待ってる夏休み歌詞を割愛したんですけどね、せっかくもらったね、絵日記つけた夏休みをね、割愛しちゃったカットしちゃったやばい、せっかくもらったのにカットしろでと思いながらね、あのね、あの雰囲気がやっぱ伝わってきますよね、いろいろあのいろいろ、ね、吉田拓郎さんのイメージがね、来ました。このギターもあるんですよ、J45 っていう拓郎さんが当時使ってた、あの67年生、僕も67年生まれなんですけど、1967年、全く拓郎さんと同じ、そうなんだ、年代の、すごいいいの持ってんだね、ギター。でこの糸巻きも元々のギブソンのから、うん、クルーズっていうのに、うん、拓郎さん公開してるんですけど、僕も公開してるんですよ。そこまでやってやっぱりね、うん、今日の下駄は拓郎さん入ってたの、うん、それは関係ない、関係ないの、あの方は履かないらしいです、履かないあのイメージだけらしくて、今度今日下駄じゃないのかってよく言われてふざけんなと思ったって言ってますけど、ね、僕は下駄好きで履いてますよ夏とか、うん、あ、そうなんだ、俺気持ちいいです、下駄履きだったのよ高校生の時、本当にあの高校がマジで、うん、下駄、それ教育上ですか、そうっていうか、ね、あのもう要するに、あの下駄履きが、うん、あの男子校、そうだ、もともと男子校だったみたいなんだけど、はい、まあ女子も俺たちの頃はいたんだけど、はい、購買部に山積みで売ってたの下駄履きが、はあ、それ結構男子はみんな下駄、そういうバンカラな高校だったんですね、そうそう、だから俺好きなのよ。ゲタ、うん。カナオさんゲタのイメージないけど、そう。でもやってみたら意外にいいかもしれないですね。うん、そう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 。うん、ゲタ履きがね結構好きで。マコさんはゲタは？ゲタはたまに履くよね俺。お、初めて乗ってきた。あ、そう。いや、マコちゃんはね、ふんどしとかねゲタに関しては乗ってくるよ。うるさいんだよ。あ、父親は結構ゲタ履きだったからね。うん、俺の親父もそうでしたけどね。うんうん、お、共通点がね。ね。ついに出てきましたね。出てきましたね。よかった。あとキュウリがダメ。キュウリ大好き。あれ、さっききゅうり苦手とか。な、え、何？死に出てなかったっけ。死に？気に間違、俺聞き間違えしたのかもしれない。言ってないか。それ夢かなんかで見てた。夢だ。キュウリ大好きですけど。大好き。やっぱり盛り上がらなかった。盛り上がらなかった。すいません。ということでね。すいません。松下さんの方からありますか、なんかファックス、あと、あとで、あ、じゃあ目通して、はいはい、じゃあ一曲いきますか、あ、そうですか、一番影響を受けた曲っていうのはあるんですかね、拓郎さん、あ、そしたらやっぱ落葉ですね、あ、そうですね、やっぱそれ深夜に聴いた落葉、それで変わりましたからね、落葉ってでもすごいいい歌だよね、うん、でもさ、なんかこう詩聞くと土産にもらったサイコロ2つ、うん、そのおじいさんから土産にもらったサイコロ2つ、うん、じいさんがみたいな、うん、はっきり言って子供が震える内容ではないと思うんですよね、ああ、その当時のね、うんうん。それにやっぱり、例えば、今のね、二十歳のことが聞いたらね、うん、なんでそういう土産にもらったサイコロ二つって、おじいさんからもらったっていうことを、うん、私の会社の上司が、うん、よくカラオケで歌って、たまに泣いたりしてる意味がわかりませんっていうのを見て笑っちゃったんですけど。それはあるかも、ね、だからね、そう、なんかあの頃のフォークの歌詞って、さあ、君はここからどう取るかみたいなのとか、うんうん、あえてこう、深いというか、わからせないような詩が多かったですよね。うんうん、なんか若年寄りみたいな。うんうんうん、結構だから、そういう、ものあったね。そうですよね。ね、うんうん、でも年取ってみてね、うん、聞くとまたなんか分かったりするよね。うん、その当時はなんか、そうです、うん、分かんなかったけども。
僕もね大好きな曲で落葉行きますか、はい、これなんかまた出ましたねボブ・ディランディランじゃない白狼ですねディランのようにはできないですけどねいやいや出ましたねこれじゃあこれも3番あるんですけど2番ぐらいやりましょうか気を使っておりますありがとう絞ったばかりの夕日の赤が水平線から漏れている苫小牧発仙台駅フェリーあのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよおまけにテープを拾ってね女の子みたいにさ土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく暮らしのあのじいさんどこかで会おう生きていてくれろくでなしの男たち身を持ち崩しちまった男の話を聞かせてよサイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた繰り出しに戻るたびに日が沈んでゆく戻るたびに日が沈んでゆくパクローが出ましたけど、私のいかがでしょうか。外からも拍手が。拍手が。拍手来ましたね。吉田拓郎じゃありませんけどもね。井上智之さん、やすさんのね、落葉、はい、ね、あのきっかけの。でもね、あのなんかこう、あのなんていうかな、やっぱ拓郎さんの歌って、まあ僕なんかもこう。そういう思い深夜放送だとか、はい、その当時のなんか時代背景とかそういうのがこうね、はい、詰まってるような気がしてとか ね、まあ、ね時代背景がやっぱ あってそれを分かった上でこの詩を見るといいのかもしれないですけどね、そのまあ学生運動とかがあって、はいはいはい、そういうのに若者たちがフォークがリンクしたんだけど、うんうん、それが終わって、うん、ちょっと若者たちがそういう政治の時代から、うん、そうじゃないけど四畳半の時代にこうなりつつあるところに一人の男が旅をして、うん、このままでいいんだろうか、うんね、このまま俺は大衆に流されていくのか、うん、戦わない俺はいいのかと考えながら旅をして、うん、あるじいさんに妄想を言ってるんですけどね負けーな、すごい負けーな、すごい、俺みたいになっちゃダメだっすねだがお前の人生はまだまだ長いんだお土産だって最後のパーッと2つもらってそいつは夕日の中をね、そうフェリーで行きながらまたいつか俺は朝日になるんだ自由になるんだというような裏テーマがなるほどね、と勝手に妄想して、うん、まあ時間が経てからですね、うんうん、その当時は分からなかったですけどね、うん、最近はそう思って歌ってます、うん、だから自由を求める人間のテーマソングみたいなものだと思って、うん、これからの時代も受け、ね、歌い継いでいって、うん、言ってほしい歌なんだなんです、うん、じゃないか、タクロファンの皆さん、皆さんも歌っていこう、俺も歌うからよみたいな感じで歌ってますよ、うん、それで何ずっとツアー回ってんの結構行ってますよ、ね、よくそんなことできるね厚かましい野郎だなこいつは本当だ、本当だよねもういろいろと、いろいろとね、反感も買ってますよ。いやいやいや。いろんなところで。ふざけんな、あいつみたいな。いや、でもね、うん、そこまでなんかこう、突き詰めて、だって、
ってギターまでやる人っていないもの、ね、そうそう、いやいっぱいいますよ、いや本当たまに批判を受ける時あるから、いやでもね違うんだよ、ああでも、うん、そうかもね、キャロルの内海さんとかも言ってたもん、うんうん、キャロルずっとね、内海さんよりもみんなキャロルのあのフレーズ弾いてるアマチュアの人たちいるじゃん、本人が忘れちゃってるでしょ、うんうん、そしたらもう内海さんそう違いますって言うんだってそうバカ野郎俺がキャロルなんだっていうそういうんだったらねいいですけどねいやでもね、拓郎さんもね、そういう拓郎さんのそういうカバーをやるっていう人はでもそんなにいないんじゃない？いや全国的にいるんですけどね。いるの？まあいっぱいいますよ。だからそういわゆるフォーク酒場っていうのを分かりますかね。はいはい、知ってるっすよ。ね、もう今こう東京から始まって今全国にいろんなところにできてきてるんですけどね。うん、まあ大体そうですね。拓郎を歌いたまあ5割までいかないにしても、うん、その濃厚な拓郎ファンっていうのは出入りしてるんですよ必ず。だから僕がそのライブそういう街に行くとその街の名前を付けた拓郎が必ずいるんです、いるんだ、自称なんていうの、北海道だったら厚別の拓郎とかみんな自称ですよ、一人で行ってるんですよ、うん、この辺だったら平塚の拓郎って人知ってるし、本当それとかそうですね、やっぱり何いるんです、天神の拓郎ね、九州の水出し、あ本当、そういう人が必ずいて、そういう人が俺のことを、どんなもんだよって感じで、うん、喧嘩売るように見に来て、うん、でまあ人によっちゃふざけんなって帰る人もいれば、うん、負けましたとか言って別に何も戦ってるつもりなんですけどそれで仲良くなってね、お友達になったりとか、うんうん、いっぱいしてますね、だから濃厚ですよ拓郎ファンって、あなるほどね、だと例えばかぐや姫のファンとかね、うんうん、まあ、井上陽水のファンとかは、はいはい、まあ、会いますけど、そういう人たちはなんかこう、うん、か音楽が好きだっていう感じがあるんですけど、拓郎、うんうん、ファンはね、もうね、必ず人生という言葉を使います。僕の人生をね、変えられると思うんですよ、井上さんとかね。本当は僕の人生をこうやって人生で言うんだけど、人生、人生、うるさいんですよ。めんどくさい。めんどくさい。絶対もう、誠さんなんか絶対気が合わないやつ。嫌でしょ人生語られてもね。そうそうまあ、人生を語るつって歌もあるんですけどね。まあね。すごいですね。で、拓郎以外は聞かないっていう、あそう、もう拓郎右翼みたいなね、なんか俺なんかほら、ずっと拓郎歌ってツアーとかやってると、もう聞きたくないんですよ、はっきり言って、うん、で、なんか駅まで迎えに来てくれて、うん、で道すがら、そのホテルとかまでね、送ってくれて、拓、う、郎、んうん、流してるから、うん、いいですよ、拓郎じゃなくてって、気遣ってませんって言ったら、いや、というか、井上さん、僕、拓郎しか聞いてないですから、じゃあ、この車、拓郎しか聞けないんですか、はいとか言って言われると、いやなんか拓郎以外、なんでもいい、なんかありますかって言ったら、ね、あみゆきが少々って中島みゆきなんですよそれも車乗りながら聞きたくないんだけどみたいなね、恨みますとか嫌じゃないですか、車乗りながら、いやでもねそこら辺関連するよねなんかねあって結構ね相性がいいの、だから中島みゆきと拓郎同時に好きな人って結構多いです、わかるわかる、拓郎、うん、みゆきナイトっていうのをゲストで呼ばれたこともあって、え拓郎みゆきナイトっつって、拓郎みゆきみゆきが集まって3曲ずつぐらいこうでみんなこう歌う、こういいですよ、で最後に僕が出るみたいな感じで、ほうそれでもそれはねなんか、うん、なんかみんな溶け込み合ってるっていうか、うん、楽しそうにみんなね、拓郎ファンも中島みゆきの曲聴いて、うん、中島みゆきファンも拓郎の曲聴いて、うん、こうやって、まあ、どっちも知ってるっていうのもあるでしょうね、なるほど、相性がいいんだこれと思った、まあでもね、まあ、昔ほらみゆきさんが作った曲を、うん、まあ拓郎さんが歌ったりとかもね、そうですね、そあるある、まあもともとみゆきさんはもう拓郎さんがもうアイドルで、うん、拓郎さんが札幌に来るたびにこう花束を女子もう高校生の頃から楽屋に持っていたっていう人なんですよね、うん、僕もみゆきさんとね、うん、21人の頃会ったことあるんだよ、うん、福岡で、まあ、うん、それはもうちょっとラジオ言えない、うん、いや、この間言わない、この間言わない覚えてる、俺も言わない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 、絶対言わない、まあそういう、ね、ことはありますけどね、はい、いる、はい、じゃあファックスいきますか、はい、はい、博多のミキさんね、いただきました、はい、皆さんこんにちは、うん、今日の最高気温が36度、おそれでも前日比マイナス2度という関東にも負けない暑さの博多です、うん、博多ですね、博多、先週の放送も楽しかったですね、涼しいな、うん、博多、そうですかね、36度だよ、でも暑いですよ、うん、まあね、先週の放送も楽しかったですね、うん、先週はこてっちゃんですよね、小野愛香ちゃん、ね、ちゃん、うん、それに昨日の2人とリーちゃんとのライブも相当良かったみたいで、うんうん、放送の雰囲気が、横浜だったね、昨日はね、モーションブルーでやりましたね、勢いをつけたんじゃないかと思います、はい、さて今日のゲストの井上智康さん、うん、初めましてようこそ、
初めて、はい、動画をいくつか拝見しました。拓郎、うん、さんに対するリスペクトが半端なくて素敵ですね。近い世代のオイラもギターを弾き始めた当初、最初に自分でコートを調べて覚えた曲は拓郎さんの結婚しようよでした、うん、まあそこから BB キングに行っちゃいました。全然普通さ、普通そっからボブディランとか行くのよ。すごいな、すごいな。俺から誠さんぐらい行ったんです。その頃小学校6年生でしたが、友達に拓郎さん好きな人がいて、うん、彼のところで当時聴いたライブアルバムの印象が強いためか、井上さんの声はその頃の拓郎さんの声にそっくりで、なんだか嬉しくなります。うん、今日はあります、お三方一緒にリラックスした最高な空気を楽しんでくださいね。リクエストは何でも OK です。気持ちよく、楽しんでる姿を想像して楽しみます。PS もう大丈夫なんで言っちゃいますけど、うん、兄貴が亡くなり未だに母が精神的にトラウマを抱えていますが、うん、以前感激した井上久志さんの芝居のセリフじゃないけど、うん、何万年もの間人間を裏切らなかった唯一のもの、時間が解決することを信じて頑張ります。うん、皆さんの素敵な放送に本当に助けられています。はい、ミキさんありがとうございます。はい、ありがとう。博多のミキさんね、はい、本当に博多とかからもね、いろいろお便りいただいたりとかね、うん、最初の頃はね、やっぱこういうそのコミュニティラジオっていうのは、まあ、エリアが狭いので、はい、なかなか届かなかったんだけども、うん、まあ、かれこれ10年ぐらいね、はい、やってきましたんでね。すごいっすね。いや、まあ、拓郎さんに言われても申し訳ないですけど。ありがとうございます。いや、ね、でもね、嬉しいよね、うん。聞いていただけるっていうのが。で、僕らの世代ってどっちかというと、その、深夜ラジオの、はい、まあ、世代だったりするんですよね。よくあれ夜中こう聞いて、こっそり聞いてて、うんうん、なんか親に怒られたりしませんでした。うん、お前遅くまで起きてんじゃないとか、そういう。ああ、それはあったよ。ね、うん。だから、そういうのもあったし、なんかこう、でも、想像するっていうことがね、すごく良かったね。あの人どういう、今ちょっと動画撮ったりしてるけど、うん、もうテレビみたいなものになっちゃったけど、でも。どんな顔して声を言ってるのか。そうそうそう、そういう。そういうのがね、楽しみだったよね。で実際会ってみると、あ、この人こういう人だったんだってね、驚きもあるし、うん、そういうこともありましたよね。で、ミキさんもね、いろいろ辛いこともあったかもしれないし、うん、ね、うん、なんかね、僕もね、周りがもう亡くなっちゃってさ、うん、辛いの日々がね、最近多くなってきたよね。ね、だからもうせめてね、自分たちは元気でね、そうです、ね、なんか歌ったり。フォークの先輩方もね、うん、もうどんどんあっちに行かれてね。ね、高田渉さんって人は早かったんですけどね、昨年もね、本当、はいはい、かがりおさんとかね、そうなんだよね、エンケンとかね、エンケンさんとか、ケメとか、橋田のり子さん、釜谷さん、橋田さんも、そうですよ、去年12月に残りましたからね、そういう、まあ、頑張りましょうなりましたけどもですね、頑張っていきたいと思います。どうしましょうか、なんかごリクエスト来てますか、ミキさんのリクエスト。ミキさんはね、リクエストは何でも OK です。何でも OK、 はい、オッケーオッケー。そしたらどうしようか。今日ね、親父の命日なんですよ、僕。あ、本当。お父さん命日。あ、そうかそうか。なんか、まあ、うちの父もね、まあ、金沢と同じ福岡県。うん、そうらしいね。朝倉郡ってとこですけどね。朝倉郡、うん、で、あなた、どれぐらいまでそこにいたの？いや、自分はあの、全然。おふくろは大分の日田なんですけど、うん、まあ、向こうで、まあ、二人は見合い結婚して、で、仕事の関係でうちの父も東京来ちゃってから僕生まれたので。あ、そうかそうか。で、実際僕は船橋、千葉県の船橋で生まれますけどね。はいはいはい。うん、そうよ。ただ夏休みの旅に、うん、まあ、小高ぐらいから必ず1ヶ月、うん、九州で過ごしてましたから。うん、そうなんだ。中で。とても思い出があるんですよ。思い出あるんだね。そうそう。しかも博多とかそういう都会じゃないんですね。朝倉郡で。うん、日田とか ね、あの辺が、うんうん、もう山に、山里でね、うんうん。そうするとね、最初の頃なんて僕が来るとですね、もう向こうの子供たちが、うん、なんていうんですか、仲間外れするんですよ。みんなにこう、徒党組んで、うん、東京から来たどけん、こげんとか言いながら、もうなんつうか、こう入れてくんないの、仲間に。敵対するわけ、ものすごく。そうね。そういうのありますね。東京弁とか喋ってたらもうね。僕さー、みたいなやつ。うん、さあ、なんか、イオンシャワーの人、シャレトーやろ。懐かしい、その感じ。イオンシャワー、シャレトーやろ、もうね。そんな感じ。スイチョランとか、なんだそりゃ。まあでも、行くとか、喧嘩とかしてるうちにだんだん仲良くなって、子供同士ですからね。そして、それから打ち解けてからは、毎年僕が行くと、もうその、1年ぶりったいとか言いながら、もうみんな集まって、
ああそうハードな野生ワイルドな遊びをするんですよ山里ならではの小川をガンガンみんなでうわーっと渡っていってね、うん、もうね蛇をねパーッと取り上げて振り回して投げるやつがいるんですよ俺得意よそれでしょ俺そんなことばっかりしてたもん俺できなかったあれもう友ちゃんもやってみないといかんばいとか言うんだけど怖い怖いって釣り鉢からガンガン飛び降りていくしさそのまんまで僕が頑張ってね、うん、そういうのやっぱ少しずつやると、うん、その夏終わってこうねあの船橋に帰ると、うん、なんかみんなよりねちょっとワイルドになった気持ちになるわけさすっかり日焼けしてさお前らあんな遊び知らねえだろ青大将投げるんだよとか自分やってもいなかったくせにさそんな思い出がある九州ですなるほどね、はいうん、ということでね今日は生歌いきますかそうですねちょっと親父に捧げた歌がある、うん、あこれそうなのはい私が亡くなった時にちょっと作った歌がありますんで歌っていいですかねあ、いいよいいよいいよ、うん、死んだ朝空には夜明けの月梅雨明けの太陽が京葉道路を照らす時俺はハンドル握り家路に向かう車で虚しい疲れの中最後の声を思い出している人はこの世に生まれて何を残して消えていく悲しみだけじゃないはずそうだろう答えておくれ様ここから何を学べばいいんだろう杖をつきながら夕日を右肩に受け蕎麦屋へ向かう親父の後ろ姿を覚えてるもし次に生まれ変わったら親父じゃなくていいよ友達同士で酒を酌み交わして語り明かしたい愛して求め合い俺を殴ったその手が俺の手を握りしめる神様あのぬくもりはどこへ行ったんだろうされた者たちを暮らしが待ち構える悲しみにつぶれながらもまた新しい朝はやってくる誰も間違いはないだろう誰も悪くはないはずさただこの虚しさだけは止めどなく押し寄せてくる神様
今はこのままでいたっていいよね。いいよね。親父が死んださ空には夜明けの月の。はい、素敵な歌じゃないですかこれね。そがれバンカーっていう歌ですよね。はい、ほう、これはあのあっちの1枚目の2010年のアルバム平和の歌が聞こえるというのに入ってるんですけどね、まあ、うちの親父は本当にねもう音楽大反対の人だったので皆さんはどうかは分からないですけど、とにかく大体俺らの頃ってみんな反対するですよね。だから今の人たちは 俺、まあ、俺らってちょっと一緒にしてほしくないんですけどねちょっと若い51なんだ51ですよ。老けててすいません。いやいやそういう意味じゃなくて、まあ、芸人が老けてて俺が言う前にガン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 先に言わんとって俺らうちらの頃はさ、俺よく今度タコロファンの人も喋ってるうちに同世代とみんな思い込んじゃって、あそうで僕らの頃さ分かるでしょあの頃さとかさ万博があってとか言ってさ万博覚えてないんですけどみたいなそれあるな確かにね意外に若いんですよ、はい、若いよね。まあでもうちらじゃあもう本当にもうタコロなんかでっけみたいな、あんなやつの歌聞くなみたいなね、昭和9年生まれの人です。ただしね、まあ、ギターはなんかある日ちょっとお前貸してみろってやったらね弾けるんですよ。そう、古賀正雄。ああ。ダカンカンカン。ダンダンダン。みたいなさ、悲しい酒とかなんだ。そうそうそういうゼレ感の強いですね。じゃあ亡くなったの早いの。12年前だから、まあ73歳かな。そうかそうか。でも父親の思い出っていうのはね、なんか俺もあるっちゃあるんだけどね。そういう。俺歌っていい？カポとか持ってる？持ってます持ってます。カポ貸して？いいよ。カポ持ってきてないのかなさ。もう俺いい加減な置いてきた。いい加減ですね。もうゲストのことも気にしてないし。これ風の中で立てた、はい、いい歌ですね。はい、歌ってみようかな。はい、コーラスもねどれか松下さんやってください。これ。うん。うん、はい、俺ハーモニカやろうかな。あ、ハーモニカし、あ、ハーモニカしてよ、うん、B フラットですか、うん、B フラット、はい、うん、はい、これもね、父親がもう俺19年前にも亡くなったんだけど、それの時にやっぱり横浜で歌っててさ、はい、なかなかそばに行けなかったんだけど、うん、実はその、あの、住む家ももう今はないのね。はい、でそこに駐車場になってて、はい、あの後日訪ねて行ったら風がこう吹いてたのね、はい、で父親のなんかねその時に作った歌なんだけど、はい、あの最近もう一回こう帰る機会があって、はい、その母の施設とかでも歌うんだけども、なんかいつもそばにいる気がするのね。最近の方がむしろするみたいな。そうそう、むしろするんだよね。ああ、よく聞きますね。そのね、時の歌です。風の中で立て。冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。いつでも束の間に消えるもの、悲しみはいつしか
似てた風の中で立て道が険しくても風の中でダデという歌でした。ありがとうございます。なんか優しいハーモニカ、ね、優しいギター、ね、ありがとうございます。でかい声ですね。でかいかな、俺最近ちっちゃくなったんだよ。本当に、うん、まあ、昔はもっとでかかったんですよ。でかいよ、でかいよ。すごいね。ロックバンドやってたからね、やっぱバンドに負けない声出してたんだね、うん、そうです。でもね、あの、いろいろ勉強させていただきます。最近ね、ちょっとあの抑えるとか抑えないし、そうそう僕も勉強中なんですけどね、はい。
ということでね、今日ね、はい、生放送で最後に、はい、井上智也さんのね、はい、オリジナル曲をね、はい、ちょっとみんなでやりましょうかね。ありがとうございます。ね、これは何というタイトルですか？都会のカラスって言うんですよ。都会のカラス。カラス一回で僕前や一緒にやった時にね、これすごい好きだったんだよ。ロックっぽく。いいなーとか言ってね。あ、本当？いや。覚えてない。覚えてない。いいなーとか言って。で、今回もレジャーズでその、あの曲やりますって言ったっけ、そうだったっけ、全然俺なんか反応が薄いんですよ。あの曲ねとか言うけど、全然なんか、事前に一応しといて、まあ当日では間に合うと思いますけどとか言ってね、おかしいなって、ね、その割にね、僕は長期しても何とも思ってないみたいな。やってみようかね、はいはい、都会のカラス。これちょっとまだ CD になってないんですけど、本当、そうこれいいね、録音、ね、CD になってないのこれ。なってないんですよ、まあ自主的にこう録音したのもあるんですけど、いつかバンドで撮りたいかな。ああ、そうだ、いいかもね、これね、はい、思ったりしてますから、じゃあ、はい、やりましょうか、うん、都会のカラス。僕とやり合っていたよ。
会の朝はこんなにも綺麗、赤く焼けついたデパートが綺麗、はい、都会のカラスになれ、カッタカッテイベ、都会のカラスになれ、はい、ということでですね、本日のゲスト都会のカラスになれ、トモヤスさん、トモヤスです、井上トモヤスさん、どうもありがとう、また、お会いいたしましょう。高橋真子さんありがとうございました。松下としみさんありがとうございました。井上トモヤスさんありがとうございました。野田貴さんもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。お相手は金田一郎でした。 See you next time.優しい。